皆様こんにちは、オーボエ奏者の最上貴之です。先日ですね、八ヶ岳高原音楽堂にて、博士太郎さんのサマーミュージックウィークというかな、それのですね、博多武海さんの、カルテットの演奏会に、出演してきました。一応サプライズゲストになるのかな。スペシャルゲストはですね、博士太郎さんということで、久々に一緒のステージに、そうですね、オーボエを演奏させていただきました。一緒に、前回ご一緒したのは武道館、去年の年末の武道館に客席から、舞台に飛び乗ってバイオリンを弾くっていうね、そのステージが太郎さんとのステージだったんですけど、まあステージというかお客さんでしたのでね、大晦日は、オーボエ奏者としては、久々の、一緒のステージでした。何曲か一応僕はそのサプライズゲストで最初に登場させていただいて、博多さんのカルテットと3曲、ルリの島 と、トンビとルーキーズ3曲演奏させていただいて、その後太郎さんが入られて、太郎さんの曲をお聴きになられて、最後にリベルタンゴで登場していって、アンコールで亡き王女のためのパパンラベルですね、それを、ケラさんのカルテットとまた演奏させていただいて、最後はマイフェバリットシングスを演奏する。もうちょっとね、もう最高のステージでした。八ヶ岳の音楽堂、高原音楽堂っていうのが、まあ、ずっと憧れてた場所だったの で、ロケーションも素敵だし、景色も素敵だし、まあ、いつかステージ上がってみたいなと思ってたんですけど、まさかね、そのステージに上がれるとは思っていませんでした。本当に嬉しかったです。ありがとうございました。今回はまあ天気がね、曇り空、雨降ったり曇り空だったりしてたんですけど、まあ後ろがね、全面ガラス張りっていうのかな、本当素敵な場所で、しかもね、音響っていうんですか、響きがむっちゃくちゃ自然で、最高でしたね。お客様の距離もすごい分かるし、いや、また出たいなって思いました。ね、よくコンサートやられてるみたいで、知り合いのミュージシャンのポスターとかの名前も見てたので、いつかね、なんだろうな、ソロはちょっとおこがましいのであれですけど、室内楽とか何かで行けたらな、もう一回何回か出演させていただけたらなっていうくらい、本当にこれ込みましたね。お客さんがあったかいし、まあ、太郎さんのミュージックウィークなので、サマーミュージックウィークなので、まあ、太郎さんのファンの方もたくさんいらっしゃったし、まあ、なんだろうな、トークで太郎さんと武田さんと3人でトークっていうのも、ね、あったので、そういうコーナーもあって、とても楽しく演奏させていただきました。リハーサル動画とかね、メンバーシップの動画の方にちょっと載せてみようかなと思っています。リハ風景なんかは、あとは太郎さんのインスタとかにも本番直前の着替えてるシーンとか載せていただいて、お笑い芸人みたいな感じのツッコミもらったり載ってますけども、まあ、そんなこんなで、楽しく演奏させていただきました。またいつかご一緒できる機会が、ちょっとね、八ヶ岳で発表にはなったんですけども、またご一緒できる機会があると思いますので、楽しみにしていただけたらなと思います。次のステージは僕の髪型がどうなってるかっていうところも含めて着地点も含めてですね、皆様に楽しんでいただけたらなと思っております。というわけで、八ヶ岳高原音楽堂の、演奏会の模様をアフタートーク的に話してみました。本当楽しかったです。
来てくださった皆さんもありがとうございました。そしてまたどこかでお会いできることを楽しみにしています。引き続き YouTube 動画も作っていきますので、モガドライブ動画ですけどね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。メンバーシップ動画も、メンバーシップ配信を特にやってたりしますので、ぜひ登録してみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。さようなら。